スペイン外人部隊の L118-105mm 榴弾砲、L118-105mm 榴弾砲は、イギリス製の榴弾砲である。1970年代に、イギリス陸軍に採用され、アメリカ合衆国が、M119 として正式化したのをはじめとして、世界中で広く使用されている。1960年から1970年代半ばに、 かけて、イギリス陸軍は、QF25 ポンド砲や M11675mm 榴弾砲の、後継として、イタリア製のオートメラーラモッド 56105mm 榴弾砲を、ライセンス生産した L5105mm、パックハウザーを正式採用していた。L5 は、もともとイタリアの山岳部隊用に設計された、三方的性格の強い榴弾砲であったため、 ヘリコプターで吊り下げての輸送や、分解してのパラシュート等か、ランドローバーなどの車両による牽引などでたやすく、輸送できたが、車距離が短いために、敵方兵の大砲兵砲撃に対して脆弱であった。特に1963年に、ソビエト連邦が開発した D-30122mm 流弾砲は、当時の軽流弾砲としては、 異例の 15km もの長射程を有しており、これを相手にするには花だ不利であった。そこで、イギリス陸軍は小型軽量でありながら、従来の 105mm 榴弾砲よりも長射程の 105mm 榴弾砲の開発をロイヤルオードナンスに依頼し、同社が開発したのが L118 である。L118 の砲画の足は、 軽量化と射撃準備時間の短縮も兼ねて、開脚式砲がではなく、V 字型に近い箱型砲脚を採用している。さらに、射撃時には、車輪の元に円盤状の台座を敷き、砲本体とワイヤーで固定することで、砲がの足を持ち上げての全周旋回を容易に行えるようにする設計など、第二次世界大戦中に、イギリス軍の主力野戦砲であった。 QF25 ポンド法の影響を強く受けている。QF25 ポンド法の影響を受けた L118 の短脚式砲画と車輪化の円盤状の台座 L118 はトラックやランドローバーなどで容易に牽引が可能な上、ヘリコプターでも SA330 ピューマやシーキングなどに吊り下げての輸送が可能であるため運用柔軟性は 従来の L5 パックハウザーと比較してほとんど失われていないが、方針が長くなったため、イン時には方針を後方に向ける必要がある。射距離は標準型の榴弾で17,200メートルあり、従来の105ミリメートル榴弾砲を大きく上回る、長射程が L118 の最大の特徴である。L118 が初めて実戦に投入されたのは、 1982年のフォークランド紛争である。この紛争において、イギリス軍は、フォークランド諸島に30門の L118 を、揚陸させて、同諸島における、地上戦に投入した。特に、東都ポートスタンリーの奪還作戦においては、アルゼンチン軍が装備する、M56 パックハウザーや M101 のような、従来型の1 0 5ト、mm、ル榴弾砲を上回る。 長射程を生かしてアルゼンチン軍の陣地に対する砲撃を有利に行うことができた。その後、湾岸戦争やアフガニスタン戦争、イラク戦争などにおいてもイギリス軍は L118 を投入したほか、アメリカ陸軍もアフガニスタン戦争やイラク戦争において同胞の改良型である M119 を投入している。また、エディンバラ城において午後1時に、 大砲の空砲を一発だけ発射する、ワンオクロックガンにもこの砲が採用されている。初原作動機構性能砲弾、装薬 L118、L119 の採用国この台座は、運搬時には砲の足の下面部に固定される、それまでの 105mm 榴弾砲の射距離は、L118 の前任である、イタリア製、m o d 56で1100メートル。 アメリカ製の M101 が1160メートル、同じく、アメリカ製の M102 が11500メートルと12000メートルに、わずかに及ばないため、L118 の射距離はこれを5000メートル近く、上回る。合計105ミ、mm、リメートルの榴弾砲で、L118 の射距離を上回るのは、フランス製の LG1105 ミ、mm、リメートル榴弾砲や、 南アフリカ製の G7105mm 榴弾砲など、L118 の登場以降に設計されたものである。ありがとうございます。